こんにちは、あるいはこんばんは、ユアンドイッチョーです。もう多分10本以上動画を撮って頭がスカスカです。ということでね、これは気になるだろうなということで、いただいたですね、マシュマロに答えていきたいと思います。質問読みます。イッチョーこんばんは。男性で結婚後彼女ができた途端に結婚後や彼女ができた途端にモテ出すというのはちょくちょく聞きますが、女性にもそういうのはあるんですかね。穴モテ以外であるならどういう理屈なのか知りたいです。なんて言葉使ってんの。心は14歳、彼女ができてもモテなかった男ということですね。はい、モテたいのかな。彼女がさいたらさ、もうそれ以上モテたい気持ちになるのはちょっと俺はあまあ理解できるか。そうか、みんなにいやらしい目で見てくださいって言ってるからな。これね、男性がまずなぜ結婚したり彼女ができたりするとモテるかっていう、特に結婚してからモテるっていうのはよくある話なんですけど、まあ、かくいうこの俺も僕浮気もちろんしたことないしする予定もないんですけど、なんでそう思うのかもうついでに聞いたんですよ。なのでこの理由をちょっと説明させていただきます。はい、これ多分ねリアルだなと思うんだけど、まあいい人だなと思ってたりとか、それはね俺の患者さんですごい綺麗な子いたわけよ、モデルみたいに。でめちゃくちゃそのなんか性質が効くとか、いろんな意味でこうなんつうのプライベートの相談もできるとか、信頼できる人間であってもね、その付き合いたい対象っていうところの枠に入ってなかったらしいんですよね。なんだけど僕が結婚が決まりましたよってなった時点で、あ院長と結婚したかったみたいなこと言い出した。何それって話じゃんね。まあさっさとね、彼女がいないうちに言えよって話でしょ、そんなの。そしたら一旦付き合ってみようぜになるわけじゃん。だけどなんでそうなったのかって、なんで俺が結婚してからそういうこと言うわけよみたいな、結婚決まってから言うわけよって話聞いてみたら、なんか略奪したいとか浮気のお誘いとかではなく、結婚生活を安定させたね、その人間関係じゃないですか結婚って、自分と妻のね、それを成立させられることの魅力を感じるんだって。わかります？そういうことなんですよ。なのでそこに魅力があるらしいです。これは、女性から見た既婚男性の魅力ですね。はい、まあなるほどねと。確かに僕なんかは見た目的にも、見た目まあ髪も見てもあれですけど、47歳でこれですから、まあだいぶイメージ破天荒だと思うんですけど、結構ですね、意外と妻を大事にして子供を愛して、まあできる限りのことはしてあげたいと思ってるし、浮気もしないし、決められたお金はちゃんと持って帰るしっていうのをやっておりますから、まあそういう意味ではちゃんと成立させてるわけじゃないですか。なのでそこがまあ魅力なんだなということらしいですね。でこれ女性ですよ、こう結婚後モテる女性っつうのも、いつまで、そうだね、結婚してもずっといくつになっても素敵だなって、そういうふうに思う、こう素敵だなんですよ、エロじゃないです、素敵だなって思う相手とか、そうそう女性の方っているじゃない、なんかこう色気が漂ってる人とか。でそれはね、旦那とうまくいってないんだろうね。はい、問題発言させていただきましたということで、まあこれでもねあるんだよね。こうね、男性というのは、まあ、思春期を迎えてですね、中高生あたりからですね、性欲の高まりがとてつもないことになるわけですよ。溢れ出るリビドーが止まらないというかですね、ほとばしるパトスが抑えきれないとか、こういろいろそういういろんな単語があると思うんですけども、それは男性なんですよね。で、若いうちにそうなってって、30過ぎてくると、それが、こう、緩やかな成長曲線というんじゃないや、下降線を辿っていくわけ。で、それは男性なの。で、女性っていうのは、いくつぐらいから、ね、その性欲の高まりがあるのかっていうと、33歳前後らしいんですよ。で、これを話を聞くと、男性がそこから下がってきて、女性はそこから上がっていくわけですよ。はい、これが答えです。まあ、その、ね、既婚女性が浮気をするかしないかは、それはもう知ったこっちゃないですけども、その欲は高まるんですよ。年齢的に。ね、だから、それが出ちゃってんだろうね。ああ、ダダ漏れしちゃってんだろうね。フェロモンという形で。フェロモンぶちまいちゃってるんじゃないですか。ということで女性にもそういうことがある可能性があるんだろうな。うん。穴モテって単語はね、意味わかんない人いっぱいいるよ。本当に。もうこれはただいやらしいことをしたいがため
だけのモテ方って、これモテてないですからね。これはなんかガード許そうっていうだけの話なんで、これモテてないんですよ。だからそういう、それ以外でってこう言ってるんだと思うんですけど、なので、ね、その33歳前後になると女性はそのフェロモンが多分溢れ出ちゃうのか、自分の性欲が高まってしまうのか、はたまた旦那とうまくいってない人が多いのか、それでまあ欲求不満が高まってしまうのかですね、まあ、そのようなこうことが原因として考えられるというのが私の一個人のですね意見でございます。まあ反論は受け付けます、はい。いやね、でもほんとね、結婚してからね、自分がねちょっと変わったなって思うのは、やっぱね表情が柔らかくなったって言われましたね。もうそれこそ俺の患者さん付き合い長いから、でその元カノと付き合ってる時にほんと病んでたんで、なんで別れてくんねえんだろうと思いながら付き合ってたから、やっぱね険しい顔してたらしいんですよ。でそれがなんかこう柔和な感じになったみたいで、とかその結婚して女性の気持ちとかその主婦の気持ちに対する口だけじゃないね、リアリティを持つようになったっていう部分が、まあそういう要素の一つにもなるのかなっていうのはありますね。はい。女子の場合はでもそこら辺だろうな。ということで、まあそこら辺が狙い目ということですよ。バカ野郎。はい、ということでね、ご理解いただけたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。